ゃねです。ゆうちゃん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 と遊ぼゲームズ。三試合中一試合でも勝ったら契約書を引かせてあげよう。マジ。ゴーゴー。オッケー、オッケー、オッケー。何してんねん、何してんねん。ゲッツーやん今の。俺中間守備にしたやんな。意味わからん。はい、来た。はい。最悪。まぐれ。あ、待って、はい。まあ一勝したんでね。どうぞ。よっしゃ。はい、どうぞ。この気持ち一回続けときします。僕身長チビなんで、はい、ちょっと上げないとね、ど真ん中に移りません。はい、はい、一括受け取り、気持ちいい。うわぁ、うわぁ、145エナジー、7800ストック経験じゃん。スカウトポイントいうぐらい結構もらえたな。20個しかない。やべ、な、多分あれボックスがいっぱいやからあんまり引けへんはず。うまこれと、これと、イベント、これとこれと、エースの確率が、何引いた、何引いた、何引こうとしたの。ゴールド、ゴールド、ゴールドと 10% と 30% 10人いけへんね、ほら9人か。9人なら、今すぐ引ける。 S もいっとん。 S いっとるよ、うん、S と 30% と A ランクと A が1枚と S、A、A、30で、S もう一個無理やと。で、いけるよ、9やから。あ、いけた。で、S10 ん？止めよ、それ。ゴールド、あ、負けた。ゴールド、ゴールド、ゴールド。はいはい、公開ガチャいきます。 A ランクは、あ、違う、 A ランクは、はい、自チームにします。なぜか、西川選手当てるため。西川盛り当たり欲しいなぁ。いきー、ほー、はい、9枚 S 確定。おーおーおー、うわぁ、俺と同じ演出やねん。おー、俺と絶好調、俺と同じ演出やねんよ。これね、虹なんて足がこの赤になったら、あぁ、俺と同じ演出やねんけど。2枚引きじゃん、2枚引きじゃん。え、あ、ちょうど3枚や、多分これ俺より演出いいわ。当たらーん、江戸木さーん。俺より演出いいね。違う、これ TS ちゃうわ。はい、誰、はい、はい、岡林。岡林ってサプライズじゃなかったっけ、ちょっと前の分。はい、え、うわ、カズマ2枚目。うわー、カズマ2枚目。地味にいらんの、地味にいらん。2枚目はいらん。え、あ、2枚目はいらん、リアタイ用と、リーグ用。いや、持ってんねん、このカズマ、もう。やばい、リアタイ用とリーグ用。いや、3枚引きじゃん、これ。どうせ3枚引きやる。うわぁ、西川あるよ、まぁ。どうせ3枚引きやる。はい。カモン、ちゃうわ。ゴンザレス、マーゴか。2枚引きやん。いやー、いいなー、岡本。岡本いいなー、俺ロッテ、ロッテヤクルトやで。岡林さんどうなん。あー、中段どうなんや。ライト B あるん。え、マジ片 A。 イチロースピカイしてる時に、チャンスメーカーなんだ、逆光。あー、イチロースピカイしてる時に。あー、とりあえずカズマさんこんなにいらんな。今何ダイモンドか見ていい、見るで。いいよ。すごい、サードとファーストになったので、今のもファーストやで。うわ、3枚も取る。誰、これはこのままリア対応に使って、で、もう一つのカズマ引いてくれたやつを、これ21レベル分リーグ用に行こうかな。だからリーグ用に座ってことしようね。で、岡本 A 何もある、 A も入れてみて。ないんか、あれは。パパのボックスの中は ヘブンズタイム、 ヘブンズタイム。どっち？ A、 いや、1は1番、2はオリックスしかおらん。3は3は B ばっかり。
あー、B 選手とかですよ。いや、A しかおらんから大丈夫ですよ。はい。あー、カズマ1か。中田、中田、中田、エド。これあれちゃん、あれ、中日みたいな。中日の中田でぶっ込むかな。岡本スピ解放した方がいい。あー、スピ解放するか、岡本。岡本スピ解放したらどうなる？見てスピ解放めっちゃおるんよな、多分。まあ、みんなこれやった方がいいよね、多分。え、2000になるもん。4200になるもん。はい、な、そうです、はい、はい。ええー、これ2やろ。で、あともう1回できんねんけど、3になったら4300います。4400か。岡本ー4400なるやん。うん。イチローいつゲットしたっけ。これ2022年4400まで上がる。あー、するか。スピカイ、イチローと岡本どっち。イチローと岡本どっちか。ちょっと待って、みんなちょっとコメント欄で書いて、誰をスピカイしたらいい、誰スピカイするべき、この中で。いや、だってバースとか落合もいけるんちゃん。落合はおらんのか。違うわ、バースがいけるんか、スピカイ。俺的には誰するべき、これ。いや、絶対違う、ノリさんやわ、それ行くなら。キャプテン。え、キャプテン。いや、まあ好きな選手やけどな、キャプテン一番好きやけどな。あ、これ、岡本、岡本、これ。イチローも好きやで、リアタイ使ってんねんで。岡本、うん、両方行けばいいね。岡本が多い。岡本と、あれはバースやったらどっち。岡本かバースか、どうなる。この村上さんもいいと思うねんけどな。村上、これうわー、えぐ。え、これさ、なんかさ、外したらさ、称号消えたりするの。称号消える、いや、称号消えんのちゃうかな。バース、岡本かバース、イチロー。俺のイチローどうなったっけ。誰、みんな誰。岡本、バース、今んとこ岡本かバースか。岡本かバースか、イチロー。イチローは2回しないといけない。あー、イチローがセレクションで出るから別に待ってていい感じか。あ、そっか。待つのはあり。称号は消えへんなら岡本、岡本かバースか中村のりもありやなと思ってたりする。これやろ。いや、そこは違う。これ違う。解散違う。パパは森さんおるか。1番ですかい。残念やけど1番ですかい。解散や、解散、はい、ちょっと避けて。はい、じゃあちょっとアンケート開始します。めちゃくちゃ強い人。このアンケート、回答お願いします。ちょっと1試合リアタイして、それまでにちょっとね、回答お願いします。松中、ってさ、柳もあり。イチローってさ、王さんと同世代だっけ。全然違う。全然違う。